はい、ヤマタンです。はい、久しぶりのクラッシュギア会ですね。昨日コミュニティでちょっと写真出した3機一体一体ちょっとバトルねさせていこうと思います。まず最初はこちら、プロトセイバーの改良型になりますね。ですね、アークフェニックスから小径のゴム小径のホイール4輪、もらいましたに、メガダッシュストライカーのホイールエポン、これ色が一緒なんですね。で、色が揃ってて美しいのでつけてみました。で、プルトセイバーって言えばね、青のイメージがあるんで、まあシャーシ以外はシャーシ、まあ青、 IOD も青に変えて、で、ディスクは S1 ですね。で、これ意外とダッシュあんましなくて、面白い挙動しますんで、まあちょっとバトルの方で見ていただければと思います。で、対戦相手は、まあ同じミニ四駆仲間のネオプロとトライダーが、前もやった対戦なんだけどね、ちょっとね、動きが変わったんで、ちょっとそこも楽しみながら見てみてください。それではバトルの方行ってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。結構早く決まりましたね、3本で。動き見てもらったと思うんですけど、ダッシュ一辺倒じゃなくてね、パワースピンも先代の改造のプロトセーバーから引き継いでて、いい感じで回ってくれます。 IoD のね、S1 も効いてるのかな。ゴブリングがね、微妙に設置したりしなかったりっていうバランス、微妙なバランスでね走ってる感じがしますね。でたまにダッシュいい感じのが入ると、まあトライダーがみたいにひっくり返されるという、非常にねバランスの取れたいいギアになったと思います。で名前ね、ちょっとね色が違うんだけど、プロトセイバーエボリューションにしようかなと思って、まあミニ四駆から取ってね。以上、ヤマダンでした。バイバイ。